で、だいたい片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば100人力だわ。100人力って、私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。ほんと、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。
本気で私に勝てると思ってるの？ステップ
様、キアナ、ブローニャ、もっと急がなくては。解読完了。ブローニャちゃん、よかった、あなたも無事だったのね。メイ姉様、ウサギ 19C オブノビット、重装ウサギ 19C オブノビット、重装ウサギ 19C オブノビット。作戦会議をしましょうか。これで強くなったわ。
ワルキューレシステム起動。ドローネ、作戦地点に到着。はい。発射、射撃開始。無条件シャッファイア、イエーイ。ファイア、イエーイ。ファイア、ファイア、イエーイ。ヤッホー。ふっ。ドローネ、作戦地点に到着。システム警告、危険失敗や、ボイドエクスプロージョン。ぼーっとしてるの？艦長。ブローニャ、作戦地点に到着。出航命令なし。ブローニャ、警戒モードに移行。は
ファイヤー、無条件射殺許可確認。パスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ、異常ないはず。ネゲントロピーの特殊戦闘機構解読完了。
環境はクリア。重装ウサギ一級し、メインコントロールシステムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？やよ、あんなスパムメール誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブローニャちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認、目的地をセーフレイヤ学園に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？クローニャ！スパムフリーシステム、強制コントロールシステム再起動。最高権限指令、入力確認。周囲の敵を排除します。キアナにターン。
様、どうかしましたか？よかった、目を覚ましたのね。ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。崩壊降臨。やっ、せい、や
ブローニャ、戦場に到着しました。システム報告、敵脅威燃焼。フィニッシュスキル、準備完了。目標ロックオン、全武装展開。見つけました。
裁きを受けなさい。この戦闘は勝たなければいけません。了解しました。ブローニャ、目的地に到着しました。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに移行。ファイア、発射。ファイア、発射。装備回収完了。ダメージ補充完了。射撃開始。射撃開始。ファイア、発射。開始。ファイヤー射撃開始。ファイヤー発射。ファイヤー射撃開始。ファイヤー私の場所ですね。ついてきてください。
4、時間が来た。まだまだです。私は大丈夫です。栄光よ、私と共にあれ。時間はありません。行きます。まだまだです。周りの崩壊エネルギーが強い。警戒を保ってください。どの戦闘も全力で戦います。